日本代表は2日、札幌市内でハビエル・アギーレ新監督の初陣となるウルグアイ戦、5日、札幌ドに向けて合宿2日目の練習を行い、本田圭佑、AC ミラン、岡崎慎司、マインツ、ラ7選手が合流し、全23選手が揃って本格始動した練習では本田と岡崎を同じ右フォワードで起用、さらにワントップなど4つのポジションでは。 ブラジルワールドカップ代表組と初代表組を競わせるなど全ての位置で対決が鮮明になった。指導二日目で指揮官が早くもサバイバル戦を仕掛けた。ザック・ジャパンでは不動の存在として君臨した本田に、アギーレ監督はいきなり過酷な競争を用意していた。ブラジルワールドカップ後、初の日本、新生、日本代表の初練習で早速用意されていたのは、岡崎とのレギュラー争いだった。 サイドからのクロスを中央で合わせる練習で岡崎と共に右サイドからクロスを上げるメンバーに加わった。4、3、3のフォーメーションを公言する新指揮官の下では、右フォワードに配置される可能性が高まった。本田は利き足と逆の右足で、さらに得意の左足とバリエーションを見せ、クロスを送り続けた。AC ミランでも務めているポジションでの起用を、12分にあると思います。 クラブでの取り組みが評価されて、ここで選ばれていると思いますし、クラブでの活躍ありきの代表、両方で結果を出したい、と意気込んだ、セリエアの開幕戦、ラツ予戦では、同ポジションでゴールを決めるなど適応を見せ始めているだけに、戸惑う様子は一切見せなかった。ザック・ジャパンではチーム最多得点を誇った岡崎が22得点で、ホンダは2位の17得点。ともに得点源として共存してきたが、 同じポジションならピッチに立つのは一人。全代表ではトップ下に君臨し、不動のレギュラーも目に見える結果を出さなければ、ポジションの保証はない。優勝を公言しながら結果を残せず、打ちひしがれたブラジルワールドカップから約2ヶ月、違う自分を見せていかないといけない。改革は始まった。変わっていく姿を見せていければ、自分の決めたものを表現していければと思います。まだここでそれを話すのは、 あまりにも時間が短すぎるし時期尚早ですけど、一日一日結果を出すためにやっていきたい。再び日本代表でホンダの戦いが始まった。